はい、どうもこうです。本日もご視聴ありがとうございます。実はですね、ちょっとエアコンが急に一昨日壊れてしまって、もうエアコンない状態で今過ごしてるんですよ。めちゃくちゃ寒くてですね、ここ数日からいきなり急に寒くなりましたよね。もう寒くてですね、本当にエアコンないのって死にそうなんですよ。もう本当鼻水が出てきてですね、ちょっとお見苦しい点を見せるかもしれないですけども、すいません。はい、というわけでですね、今回ちょっと富士フイルムが2月5日にですね、ロンドンで行われているイベント、X サミットロンドン2020の方でですね、新機種とかですね、既存の機種のアップデートの、発表をされました。その中でですね、 XT4 のですね、発表を予告してきたんですよ。で、今現在ですね、その発表されるカウントダウンっていうのがですね、サイトの方でされてて、すごくですね、楽しみな感じになっています。発表がですね、2月26日にですね、CP プラス2020のですね、前日にですね、発表されるので、もしかしたらですね、CP プラス2020の方でですね、実機の展示っていうのもですね、もしかしたらあるかもしれないということでですね、このですね、XT4、私ですね、富士フイルムのカメラミラーレスにですね、すごく気になってて、以前もですね、ちょっとお話をしたんですけども、XT3 からですね、すごく AF とかですね、改善されて、すごくですね、富士フイルムの描写力とか色味とかってですね、すごく人気高いんですよ。で、私もですね、写真とか見せてもらって、中がちょっと撮らせてもらったこともあって、すごくですね、気になる機種になってました。XT3 ですね。それの後継機になります。XT4、これですね、すごく気になりますよね。これがですね、発表がですね、予告されているということで、どういったですね、スペックになるかっていうのをですね、ちょっとですね、考察していきたいと思います。で、合わせてですね、X100V っていうのもですね、発表されましたので、それについてもですね、ちょっと最後の方で触れていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。では、始まります。はい、改めましてこうです。はい、というわけでですね、冒頭でもお話ししました、X サミットロンドンの2020の方でですね、 XT4 のですね、発表が予告されたということが、ありました。というわけで XT4 がですね、2月26日にですね、発表されるということで、それについてですね、どんなスペックになっていくかっていうのをですね、噂レベルで出ているものをですね、ちょっと触れて見ていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、というわけでですね、XT4、私ですね、XT3、すごくですね、使ってみたいカメラのですね、一つなんですよ。それのですね、後継機、新しく出る XT4 というのにはですね、すごく興味があって、今回ですね、この動画を撮りたいなというふうに思いました。で、同じようにですね、富士フイルムの XT シリーズ、XT3 とかですね、XT1 なんかもですね、結構人気がありますので、そういったものをですね、使っている方、XT4、結構気になっている方多いと思います。というわけでですね、XT4 の噂についてですね、一緒にですね、考察していって、よかったらですね、いろんなコメントとかですね、こういう機能が搭載されてたらいいなというふうなですね、コメントなんかもいただけると嬉しいです。はい、というわけでですね、富士フイルムの XT4 のスペックですね、予想される分、そんなにですね、多くの噂っていうのは出てないんですけども、今出ている噂の中でですね、ちょっと気になる分をピックアップして、話をしていきたいと思います。はい、というわけでですね、XT4 のスペックでですね、気になる部分一つなんですけども、ボディ内手ブレ補正を搭載した XT4 という形でですね、ボディ内手ブレ補正を搭載してくるんじゃないかなというふうに言われています。はい、でですね、最近のミラーレスの主流として、やっぱりですね、ボディ内手ブレ補正、五軸ですかね、っていうのをですね、乗せてくるっていうのが主流になりつつあります。ソニーなんかはですね、 α7-3 とかですね、 R シリーズなんかも手ブレ補正なんかは、ボディ内手ブレ補正なんかは搭載してきています。で、ニコンもですね、 Z6-7 なんかもですね、ボディ内手ブレ補正をですね、搭載してきてますので、やっぱりですね、主流になりつつあるのかなというふうにですね、思ってます。富士フイルムもですね、こういったボディ内手ブレ補正、XT4 には載せてくるんじゃないかなというふうに思われています。XT3 の方が APS-C なので、そのまま APS-C のですね、
まあ、カメラになってくると思いますけども、まあ、これにですね、まあ、手ブレ内補正、ボディ内手ブレ補正をですね、まあ、搭載してくるという噂になっています。α6400 から α6600 になるときにやっぱりボディ内手ブレ補正とかですね搭載してきてますし、やっぱりですね求める方、買う方っていうのはやっぱりボディ内手ブレ補正をですね、まあ、求めているのかなというふうな形で、やっぱりメーカーとしてはそれをですね搭載してくると売れやすくなるっていう感じがあるので、そういったものはですねやっぱり搭載してくるというふうにですね私も思っています。2つ目がですね、あの大容量のバッテリーを搭載してくるっていうことなんですよ。やっぱりですねミラーレス、バッテリーの消耗が激しいです。なのでやっぱりですね大容量のバッテリーというのはですね結構必要になってきますよね。α6400 から α6600 になった時に Z バッテリーというのが採用されて、まあ、大容量2倍 2.5 倍かなぐらいの大容量になってますので、撮影枚数とかですね動画の撮影時間というのは大幅に改善されています。まあ、そういった部分でですねやっぱり大容量のバッテリーというのはですね、まあ、今後ミラーレスでの課題にはなってくると思うんですよ。なので、まあ、この大容量バッテリーというのはですね、まあ、富士フイルムでも新しい XT4 にはですね採用されて、まあ2倍とかですねそのくらいの容量のバッテリーになってくるんじゃないかなっていうふうにですね、まあ、噂レベルなんですけども出ています。まあ、XT3 からですね XT4 になった時に、まあ、2倍ぐらいのですね撮影枚数が取れるっていうのはですねすごくメリットなんですよ。バッテリーをですね2個、予備で持たなくてもいいですし、できればそのまあ1個のバッテリーで撮ることができるので、まあ、コストの面とかですね、わざわざバッテリーをですね、変えるとかですね、まあ、撮っている時に、バッテリーがなくなるっていうですね、心配もなくなってきますので、そういった面ではですね、やっぱり嬉しいですね、機能の追加というふうに思っています。で、3つ目がですね、それに付随して、まあ、ちょっとですね、分厚くですね、重くなるんじゃないかなというふうに言われています。まあ、仕方ないですよね。手ブレ補正機能をですね、追加したりとか、やっぱりバッテリー、大容量のバッテリーを搭載すると、まあ、その分重くなったりですね、ちょっと分厚くなったりしますので、その辺はまあ仕方ないのかなというふうに思っています。とはいえですね、やっぱりですね、まあ、ミラーレスのカメラなので、まあ、そんなにですねそれ自体大きく重くないんですよ。まあ、多少ですね大きく重くなったとしても、まあ、そんなにですね違和感を感じるほどではないのかなというふうに思っています。まあ、そんなんですね倍とかですね3倍とかなるわけじゃないので、まあ多少のですね、重さの違い、厚みの違いっていうのは出てくるかもしれないんですけども、まあ、元々がですね、そんなにミラーレス自体が大きくないし、重くないので、その辺はですね、あんまり気にする必要はないのかなというふうに思っています。まあ、その分ですね、やっぱ機能が、上がったりですね、バッテリーとかがですね、長持ちするっていうのはですね、まあ、そっちの方が嬉しい機能なので、それに合わせてですね、まあ、多少、大きくなったり重くなったりするのはですね、仕方ないことなのかなというふうに思っています。続いて、4つ目、噂されている分でですね、これ動画機能なんですけども、まあ、本当かどうかですね、わかんないっていうところの、それぐらいですね、すごい機能なんですよ。それがですね、6K の 60fps の撮影で、しかも 10bit 内蔵のですね、撮影ができるっていうことなんですよ。これ、すごいですよね。本当にこれが搭載されるとしたらですね、今んとこ 4K の 60fps が限界かな、今あるカメラではですね。6K のですね、しかも、60fps しかも 10bit ということでですね、この機能の大幅なアップデートっていうのはすごくですね気になるところではあります。例えばまあソニーの α6400 で例えるとですね、まあ、4K の 30fps までしかないんですよ。しかも 8bit なので、まあこれがですね、8bit なので色のですね山っていうのがすごく狭いんですよ。それをカラーグレーするときにグワッてですね持ち上げるので、まあ、色がですね乗りにくかったりっていうのがですね、まあ、若干あります。やっぱり10ビットぐらいあるとすごくですね山っていうのがですね綺麗ななだらかな山っていうのがあって、それからですね、まあ、カラーグレーとかしやすくなりますので、その分を考えるとですね、やっぱりソニーもですね10ビット出してほしいっていうところあるんですよ。ニコンなんか N ログですね10ビットにしてきましたので、まあ、そこはですねソニーの今後の課題だと思っていうふうに思っています。そこはですねやっぱり 4K の 60fps もですねなかなかソニーで出てこないので、ここはですねやっぱり動画のソニーということでですね、まあ改善してきてもらいたいんですけども、まあ、ちょっとすいません、ソニーの方に話それちゃいましたけども、
富士フイルムのですね、それを考えるとやっぱり 6K の 60fps と 10bit っていうのはですね、すごいやっぱり機能だと思います。まあ、6K のですね 30fps ならまだしも 60fps なんでですね、まあ、スローモーションのですね撮影ができるということで、まあ、ここはですねすごく気になる機能ではあると思います。まあ、これが乗ってくるとですね、あの動画機としてもですね、すごくおすすめのカメラになってくるんじゃないかなというふうに思っています。手ブレ補正もついてるんでですね、しかも 6K60fps で 10bit っていうなるとですね、まあすごいですよね。本当にこの機能が乗ってきたら結構まあ人気のカメラになってくると思います。写真でもですね、あの動画機としても、すごくいいカメラになってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、あとですね5つ目にですね、あのバリアングル要請ですね採用してくるっていうですね、まあ、噂が出ています。まあミラーレスだとやっぱりバリアングルがいいですよね。本当にそう思います。まあ、このですね α6400 でもですね、まあ、前に向けて、まあ、自撮りっていうのができるんですけども、縦撮影の時とかですねちょっと見にくいんですよ。これですねバリアングルだったらですね、いろんな向きにですねして撮影することができますので、すごくですねそれはミラーレスとしてはですねすごくプラスになるですね、というかもうミラーレスだったらそのバリアングルを必ず採用してほしいぐらいなんですよ。撮りやすさっていうのはだいぶ違いますよね。先日ですね、あのちょっとユートピさんっていうですね YouTuber の動画の方を拝見した時に、まあ、EOS Rをですね、まあ、最近購入されてそれのレビュー結構されてるんですよ。で EOS R なんかはバリアングルじゃないですか。で縦撮影の時にですね、まあ、見やすいんですよ。やっぱりくるっと回してですねあの撮影するっていうのが、まあ、ローアングルの時のですね、縦あのバリアングルっていうのはすごく撮りやすいですし、ハイアングルの方でも撮りやすいっていうのがありますので、やっぱりですねここはですねいろんなミラーレスやっぱりバリアングルちょっと採用してほしいなっていうところがあります。まあ、ちょっとですね、怖いところはあるんですよ、やっぱり。バキッと折れちゃいそうなですね、木は確かにあるんですよ。そこがですね、やっぱりちょっと怖いところではあるんですけども、やっぱりですね、いろんなところに、画面を向けれるっていうのはですね、まあ、ミラーレスにとってはすごくプラスになる機能だと思いますので、ここはですね、まあ、他も、いろんな、機種のミラーレスっていうのもですねバリアングをぜひ採用してもらいたいなっていうふうに思っています。まあ、やっぱりですねこの α6400 でもあの画面がですねこっちに向くようになってすごく人気になったので、この辺はですねやっぱり主流として自撮りができる、カメラっていうのはですね、やっぱり人気になってくるんじゃないかなというふうに思ってますので、そこはですねやっぱり富士フイルムも、バリアングル、採用してくるっていうのがですね結構私はあり得る噂だなというふうに思ってますので、ここはちょっとですね楽しみな機能になっています。というわけでですね、まあ、今回5つの噂についてですね、ちょっとお話をしていきました。まあ、まだ発表を予告されただけでですね、発表されてないので、なかなかその噂レベルで、まあ、どういった機能がですね、乗ってくるスペックがですね乗ってくるかっていうお話、噂がですねそんなにまだ出回ってないんですよ。なので、まあ、この5つぐらいしかですねちょっとお話しすることがなかったので、まあ、結構ですね、まあ、でもその重要なですねあのスペックの追加ということになってくるんですけども、まあ、XT4 をですね楽しみに待っている方はですね2月26日の発表をですねちょっと一緒に待ってですね、スペックっていうのを一緒に見ていきたいと思います。はい、今後もですねこの動画の中で、ちょっとそういったですね発表された後、お話をしていきたいと思います。あ、そうでした、X100V についてもですねちょっとお話をしていきたいと思ってました。はい、はい、で X100V がですね、まあ、発表されたんですけども、これ X100 シリーズのですね第5世代のですねカメラになっています。このカメラがですねAPS-C のですねデジタルカメラですね、レンズ一体型のカメラになっています。まあ、第4世代のですね X100F のですね、まあ、2017年に発売されたものなんですけども、まあ、共通だったレンズをですね、まあ、一新して 23mmF2 のですねスペックを継承しつつ、まあ、解像力を高めた、カメラになってくるというふうに言われています。で、画素数の方が2610万画素っていう風にですね、なってますので、デジタルカメラとしてですね結構楽しみなカメラの一つになってくるんじゃないかなという風に思っています。でこのですね、まあ、シリーズ初のですねチルト式モニターをですね、まあ、搭載してきますので、カメラのですね背面をですねフラットに保ちつつですね、まあ、こう上下にすることができるので、やっぱりですねこれ使いやすいんですよ。
ものすごくやっぱりですね、このチルト式はですね使いやすい、まあ、バリアングルの方がやっぱり使いやすいんですけども、チルト式でもですね全然使いやすいので、おすすめのカメラになってきます。はい、でですね、まあ、フィルムシミュレーションではですね 4K30fps での動画撮影もできますので、綺麗なですね動画っていうのもこれ撮影できるようになっています。 APS-C のですねセンサーサイズを載せてますので綺麗な動画が撮れると思います。まあ、このカメラですね、やっぱりデザイン見るとクラシックな、すごくですね、あの女性向きなカメラのように思います。すごくですね、あの可愛いっていうのがですね、印象にありました。はい、やっぱりですね、こういうカメラを持ってるとおしゃれだなというふうに思いますので、富士フイルムってですね、やっぱ描写力とか、色のりとかですねすごく定評がありますので、そういった面でですね、こういった X100V、すごくおすすめな、デジタルカメラになってくると思いますので、もしですね女性の方とかですね、すごくですねデザインが可愛い感じとかですね、あのおしゃれな感じのものが欲しい場合は、こういったですね富士フイルムの X100V すごくおすすめなので、よかったらですね検討してみてください。まあ、2月5日にですね、あのロンドンで行われた X サミットロンドン2020の方でですね、まあ、新機種やアップデートなんかについてですね、まあ、発表されたんですけども、その中でですね2月26日にXT4 をですね発表するっていうですね、まあ、予告されました。それのですね、まあ、カウントダウンも始まってますので、これがですね CP プラス2020の方のですね、まあ、前日に発表されるっていうことで、CP プラス2020の方でですね、まあ、実機がですね、まあ、展示されるかどうかはどうか、わかんないんですけども、ちょっとそこがですね楽しみなイベントになってくると思います。はい、というわけでですね、今回 XT4 のですね発表を予告された分でですね、スペックをですねちょっとあの今出ている噂の分を考察していきました。まあ、いかがだったでしょうか。噂に出ているものなんでですね、まあ、必ずしもそれが搭載されるかというとですね、まあ、ちょっとわかんないんですけども、これがですねちょっと楽しみな機種の一つになってますので、一緒にですね、まあ、2月26日ちょっと待ちたいと思います。はい、というわけでですね、今回の動画が良かったよという方はですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回ですね、お会いしましょう。バイバーイ。